レクターに何すんだよ、ナッツさん。ナッツ様。ありがとうな、レクター。ちょっとナッツ、もう。何の用だったんだ。さあ。元に戻った。これです。いじめられて引きこもってる筒井茜くんです。俺だな。マジか。出せてやろう。1年前俺はいじめられていた。くそ、超可愛いな。女子からはメス豚呼ばわり。そんなある日出会ったんだ。これさえやれば君もマッサボーリー。もしもし、今やっている商品を。だって世界で俺に逆らう不良はいなくなった。パワーを示したのだ。久しぶり。ちょうどいい頼みがあんだ。俺？なんで？おお、悟空さん、全然休まないで一気にシェイプアップしちゃったんですよ。おお。おお、お前、いやー見ちげたぞ。担任の桜木だ。3年間よろしくな。改めて自己紹介してもらおうかな。稲田玉子、農業経営を学んで世界に出ても負けない農業を目指します。よう、相川。久しぶり。ヶ月会わないとみんな変わるな。相川、八軒、お帰り。おお、ただいま。ん？誰あれ。玉ちゃん痩せたね。ちょっと夏バテしちゃって。タマコ？いただきます。ちょっと待て、ナルト。うん、ごは、お前がわしの作家魂に火をつけてくれんかの。仕方ねえな。じゃ、やるってばよ。はっ、どつこい。それは回し。しかも相撲取りじゃなくて綺麗な姉ちゃん。もううっさい。ディーケーボー。あたつくい、あたつくい。ユーリ、駅で会った時から思ってたけど、あんたのその腹何。ちょっと服脱ぎな。やだやだ、みんなもやめて。そうか、なら頑張れ。俺を任すつもりでな。兄ちゃん、おん、パスポートちゃんと持った？一人で搭乗手続きできる？離陸前にトイレ行っとくんだよ。何をバカにするな。君の真のライバルはこの俺の。そこの横の人は誰だ。誰って、イサミじゃないか。え、嘘つけ。さあ、いよいよスタートと相なりました。毎年恒例の大食い大会、食のワンダーランド。なんということだ。前回の覇者宗之助、ついにダウン。おかわり、おかわり、おかわり。あ、食べた食べた。久々にお腹いっぱい。ま、軽い化け物だな。じゃな、私が先だよ。ではお前、この桃まんをより多く食べた方が団子を食せるというのはどうじゃ。わかったよ。姫様、見つけましたよ。ま、待つのじゃ元気。まだ勝負が。どうしよう、今日のタコがなっちゃけない。ちゃったどうしよう。おい、デブ、とっとと起きろ。ほら。お風呂入らなきゃ。しよう。何？お母さん、再び遊ばれてる。なんか懐かしい声がするな。そうですね、はい。あれ、ナツさんにルーシーさん。誰？よー、スティング。変わってないな、ナツさん。お前もな。変わりすぎよ。はあ、もう、何これ、神の味。
桃花ちょっと太ったな。そうそう、最近急に胸が大きくなっちゃって。お前ただのデブだ。ブー様の